はい、どうもアーチです。今日紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼイドからデラックス刀剣伝ガイムガシャットだ。はい、出ました、レジェンドライダーシリーズですね。はい、刀剣伝ガイムガシャットです。じゃあまずちょっと箱を見てみましょう。正面こんな感じです。で、横、はい、ガイム乗ってますよね。はい、で、後ろが遊び方ですね。で、上がこんな感じ。じゃあ早速開けてみたいと思います。よいしょ、中身が、はい、じゃーん、はい、出ました。説明書ですね。まずは、はい、こういう感じです。よいしょ。はい。お、レッツライド、めっちゃライド、むっちゃライド、わっちゃライド。なるほど。はい。こういう感じですね。はい。そして本体が、はい。本体、こんな感じです。あー、かっこいいですね。刀剣伝ガイム。ここにガイム乗ってますね。はい。ボディの成形色が濃いブルーですね。で、ここが橙色です。で、横がこんな感じ。で、後ろ。で、こちらにも刀剣伝ガイム。はい。で、後ろの絵柄がこういう感じですね。はい。では、早速、鳴らしてみたいと思います。はい。じゃあ、この絶縁シートを取って、では、行ってみましょう。刀剣伝ガイム。はい、もうガイムのあの音ですよね。もう一回行ってみましょう。刀剣伝ガイム。ああ、いいですね。はい。で、光ってる部分が、ちょっと電気消して見てみましょう。では、光らせてみます。刀剣伝ガイム。はい、橙色ですね。もう一度言ってみます。刀剣伝ガイム。はい、じゃあまずはゲーマードライバーとの連動を行ってみましょう。まずはレベル1です。じゃあ行きます。はい、アイムはレジェンドライダー言いましたね。かっこいいですね。じゃあレベル2です。はい、結構なんかふざけた感じですね。じゃあ次レベル3に行ってみましょう。はい、あの果物の羅列ですね。結構なんか面白いですね。はい、こんな感じです。じゃあ次はマイティアクション X と刀剣伝ガイムでレベルアップしてみたいと思います。まずマイティアクション X、 そしてこっち側に刀剣伝ガイム。では行きます。はい、まあ中のシルエットはね、重なって見えないですけど、音はこんな感じです。じゃあ次は激突ロボットを使って刀剣伝ガイムをレベルアップさせてみたいと思います。では行きます。
はい、という感じですね。赤とオレンジですごい組み合わせが綺麗ですね。では次は決め技スロット行ってみましょう。行きます。はい、こういう感じですね。じゃあ次はガシャコンブレーカーを使って必殺技行ってみたいと思います。ガシャとの音声を聞きたいのでガシャコンブレーカーの方の電源は切ってあります。では行きます。はい、こんな感じですね。はい、では最後にガシャコンバグバイザーで変身してみましょう。では行きます。はい、こういう感じです。はい、というわけで今日紹介したのは仮面ライダーエグゼイドからデラックス刀剣伝ガイムガシャットでした。はい、初めてレジェンドライダー買いましたけどね、このガイムとかはねちょっと楽しみにしてました。なかなかねふざけた感じの楽しい音が出ていいんじゃないですかね。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。